佐賀県小城市で実施された豚熱ワクチンの散布演習には佐賀、福岡、長崎県の職員などおよそ50人が参加しました。この演習は豚熱に感染した野生のイノシシが確認されたことを想定したもので、参加した各県の職員たちは経口ワクチンが含まれた餌をまく場所の選び方や手順などについて農林水産省の職員から説明を受けていました。九州ではこれまで豚熱に感染した野生のイノシシは確認されていませんが、佐賀県の担当者は万一への備えを進めていきたいと話していました。